はい、後半戦やってまいりました。後半戦のお便りコーナーですね。はい、はい、はい。はい、まずね、お知らせが。お知らせ？はい、9月の17日に、芦屋市民会館で近光さんのトークイベントがあります。トークイベント？はい。それ近光ミーティングと変わらないじゃないですか。とはね、近光さん今度なんと美、美しさ。美しさ、はい、がテーマなんですって。もう完全におばさまをターゲットにしよう。おばさんですか？おばさん、40代、50代、60代、うん、若い女性は、若い女性はカットします、うんうん、カット、なんでですかね。もう30代以下は来てくれたらありがたいだろう、ね。うんうんうん、30代以下はもう何もしなくても美しいからってことですか？いや、中には相当手を入れないと美しくない人もいますけどね。ひどいな。ということでね、美がテーマのトークイベントがありますので、こちらの方またチラシを載せさせていただきますね。これいくらぐらいですか？3800円です。結構いいお値段しますね。結構いいお値段ですかね。その代わり、あの、うん、近道さんはアンチエイジングやってましたから、うん、はい、アンチエイジングで10歳若くなったら、うん、はい、っていうテーマでやるんじゃないですか。あ、そういうこともありますね、うん、アンチエイジングローディングとかね、やるかもしれないですよね、うん、あ、これ一旦得ですね、うん、ね、そうですね。あゆみさん、このライブに潜入しようとしてるんじゃないですか、はい、バレましたか？潜入してそこでアンチエイジングを受けてみて、なんかこれ以上若返ったらどうしようって感じじゃないですか。ないですよ。ひどいな。若返るなんてことはないです。若返ることがない？ちょっとひどいな。若返ってまた楽しく過ごそうかなと思っているのに。若返って、若返って独身を謳歌して、そうそうそう、うん、そうやって、はい、そうやってなんですか。それでね、全然若返れないじゃないかとか言って、はいはい、近道さんに食ってかかるでしょ。食ってかかるんですか？近道さんにバレますよ。アイム様潜入してクレームつけてるってバレますよ。でも、あの、次の日、尼崎城のイベントじゃないですか。そうですね、はい、うん、そうだからね、関西地区の方ね、なんかいろいろとイベントがありますので、もうね、もう全部出てくださいとか言っちゃって、ね、2日連続ね、2日連続大阪と兵庫と尼崎と、はいはい、そう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 、尼崎なんて、尼崎も兵庫県ですよね、うん、そうそ う, そ う, そう、あれはほとんど大阪との県境ですからね、うん、県境でね、だからね、うん、兵庫県の方、ぜひぜひイベントまみれになってください、うん、ということで。なるほど、はい、これ尼崎城の、うん、の内容ももう一回載っけてください、はい、あ、そうですね、尼崎城のね、お知らせも載っけますね、うん、あの、締め切りが9月4日 でちょっとこれ本当抽選になっちゃうかもしれなくて、ドキドキしちゃうんですよね、まあ、どれが当たるか分かんないですかね、うん、当たるかなとね、そうそうそう、うん、まあ、どれが当たってもいいやっては思うんですけどね、うん、まあ、そうでもないか。なんか人数的にね、お二人の時と6人の時とかいろいろありますからね、うん、うん、はい、ということでね、尼崎城と、近光トークイベント、はい、はい、よろしくお願いしますね。そうですね、はい、皆さん来てくださいね、来てくださいねと。はい、ではね、お便り会、はい、うん、山口先生、タートルカンパニーの皆様、ご無沙汰しております。カリフォルニア州のメイです。メイさん、メイさん、はい、はい、はい、私事ですが、家族の死、その他もろもろのことがあり、今年は忙しくしております。家族亡くなったんですか？亡くなったんですかね、どなたかね、お父さんお母さんか、そんな感じでしょうかね。今年は忙しくしております、うん、はい、今日は親友にまつわる素敵なお話をメールさせていただきます。あ、大変な時に ね、はい、うん、彼女は数ヶ月前、35年連れ添った旦那様を亡くされました。あ、なるほど、はい、彼はご存命中は、脊髄損傷により下半身麻痺、車椅子生活でした。あ、大変だったんですね。いや、はい、そう、大変だわ。大変ですね、はい、今年になり、もろもろのことが重なり急死されました。彼の死後、私の親友は人生で初めてどうしていいかわからなくなったと言います。彼女の言葉では、魂が潰れたとのことです。魂が潰れた、魂が潰れた、あ、なんかね、よくわかりますよ、これはね。あ、やっぱそれぐらいの心境になるのかな、はい、なりますよね、うん、はい、彼女は心の声で旦那様にお願いしました、うん、死後の世界で元気にしているのなら、狐になって彼女の前に現れてほしいと。狐って指定があったんですか？狐という指定ですね。あの、アナグマになってとかないの？アナグマとかじゃないんですよね。あの、ね、はい、あの、アナグマになってとか、はい、
天になってとかグリズリーになってとかグリズリーになってとか、なんか他のリクエストはないんですか。キツネなんです。キツネがいいんですね。はい、でどうしてキツネと言ったのかは彼女にはわからないそうですが、うん、とにかくキツネだと。北の国からの音量が憑依したんでしょう。北の国からですか ね、 ね、はい、私と彼女の家は比較的近く、どちらも山の中です。それでもこの辺で狐を見かけるのは本当に稀です、うん、話は戻りますが、彼女がそうお願いした夜のことです。その日夜中、頭痛で彼女は目を覚まし、痛み止めを飲もうとキッチンに行ったところ、窓のブラインドを閉め忘れていたことに気づきました。ああ、閉めてなかったね。はい、そして窓の外を見たとき、彼女は身動きができないほど驚きました、うん、そこにはグレーの色をした美しい狐がちょこんと前庭に座って彼女を見ていたそうです。来ちゃったってこと。狐が来たんです ね、 ね、はい、旦那さん、ね、旦那様でしょ。で、彼女はその時確信しました。旦那様は大丈夫なんだと。それ以降彼女は3回お願いしましたが、毎回違った狐なのだそうですが、直後前庭に現れたそうです。もう一つ、彼女には30代の他州に住む娘さんがいます。娘さんが先週帰省され、近くの思い出の公園を一緒に散歩していた時のことです。娘さんは声に出して、お父さん大丈夫にしているならどうかフクロウとなって私の前に現れて。娘はフクロウがいいんですか。娘さんはフクロウさんをリクエスト。いろいろ変えてますね。そうですね。いや、フクロウ以外でキツツキとかそういうリクエストはないんですか。キツツキとかキツツキちょっとなんか小さくて地味じゃないですかね。ウッドペッカーなのにトン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 って、ねね、すると散歩からの帰り道、前方からパークレンジャーが腕にフクロウを乗せながら歩いてきたそうです。彼女はこれで確信できたそうです、うん、このようにメッセージをやり取りできるのは本当に素晴らしいと思います。私は亡くなった家族にはお願いしておりません。でも夢には出てきてくれます、うん、はい、長くなりましたのでまたメールさせていただきます。日本は暑いですよね。皆様お体ご自愛くださいということで、なんかね、いいお話ですね。アイムさんもじゃあメッセージ、うん、亡くなった旦那さんに、ね、私ね、うちの旦那どうもね、ゴキブリになってる気がするんですよというのはね、ゴキブリがね、わざとらしく私の前に現れるんですよ。思い過ごしです。そうですかね。ゴキブリは害虫でしかありません。害虫なんだけど、普通ほら人間が来ると逃げるじゃないですか。わざわざ私の目の前に来るんですよ。いや、だから餌とかやってるからです、うん、やってませんよ。殺さないからですよ。餌はね、あからさまにはやってないんですよ。じゃあね、うん、ちゃんとお祈りしてくださいよ。はい、もうちゃんとね、うん、はい、あのトンボになってきてとか、はい、蝶々になってきてとか、うん、行ったら、はい、ちゃんとしたら蝶々になってきますよ。来ますかね、うん、蝶々結構ね、庭によく飛んでくるんでね、蝶々分かりにくいんで、やっぱりなんか鳥、鳩とか鳥の方がいいですかね。あと珍しい昆虫はどうですか、うん、珍しい昆虫、うん、塩、うん、塩招き、ちょっと待ってください。あれはカニ。塩招きはカニでしょ。カニだな。カニ、赤トンボ。赤トンボとかならね。赤トンボってあんまりいないですよね。赤トンボはね、たまに来るんです。うちのにはいろんなもの来ます。カマキリも来るしね。バキも来ますしね。え、バキさんはね、バキさんは呼ばないと来ないはずですよ。勝手に来てたら怖いですよね。怖い。バキンさんですか。だからね、うん、私はなんかね、旦那ゴキブリになった気がしてしょうがないんですよ。旦那さんゴキブリされたらかわいそうですよ。嫌がらせのためにいや、ね、なんか違う動物になってると思うんですよ。なんかね、頼みます。そうね、なんか、うん、そうそうそう、違う動物になってきてねと。違う動物になって、はい、全くね、夢も全く見ないんですよね。でも霊界に行ったらね、うん、霊界で家を建てて、はい、もううん、セカンドライフとして皆さん元気にしてるみたいですよ、うん、そうなんですね、うん、だから霊界で仕事もやれるみたいですか。はい、か霊界でなんか仕事を見つければしているかもしれないです ね、 ね、うんうん、まあそれはそれでいいですよ。なんか霊界で楽しく暮らしてればね、うん、霊界でちゃっかり若い女の子と再婚したりしてそう、ありえますね。それもなんか聞いたことが、もう結婚してるかもって聞いたことあります。ムカつきますね。ムカつきます。こっちはね、家見ながら泣いてたりするんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、うん、でも意外と男はあんまり気にしなくて、うん、再婚してるとか。そうかもしれませんよね、うんうん、でもまあ、
あのずっと待っててくれるかもしれないし、まあ、まあ見守ってくれるかもしれない、うん、だってね、だからお風呂の中で 寝そうになった時に耳元で口笛が聞こえたんですよ、うん、おばあちゃんが お母さんになっちゃうんですか、あの亡くなったおじいちゃんかもしれないですからね、宮城の心を忘れるなって夫だと信じてましたよ、そのなんかね寝てなんか溺死しないようにしてくれたのは多分夫だと信じて、え、口笛が夫の口笛だっていう証拠があるんですか、うん、証拠はないけど口笛も吹けたし指笛も吹いてたしいろいろとピーとかね、得意なんですか、得意ですね、はい、それあの、うん、死んじゃったおじいちゃんのことないなんでおじいちゃんになるんです、おじいちゃんが指笛吹いてるの聞いたことないですけどね、はい、孫娘が心配じゃとか言って、あ、出てきてくれたらそれはそれでねありがたい、ご先祖様はね、ね、ありがたいですね、そうありがたいんですけどね、うん、はい、ということでね、いいですね、狐さんになったりフクロウさんになったりして、うんうん、ね、現れてくれるんですね、それはもう霊界じゃ大変ですよ、うん、もうお父死んじゃったお父さんは、はい、いやもう大変だよ娘のせいで今度袋になっちゃったよとか、ね、いやお前も大変だ な日頃ね狐ばっかやってるからな今度娘が今度取り合ってくれてんだよいや本当大変だよ、でもいいお父さんですね、そうで、うん、お嬢さんのね希望とか ね、はい、ということでメイさんどうもありがとうございました、ね、はい、はい、次がですね、はい、アトラスで共演してほしい方のリクエストが来ていますよ、あ、来てますか、はい、こんにちは、徳島のタカチェンこと、ん、名前呼んでいいのかな、タカチェンさんですね、うん、はい、アトラスラジオで共演してほしい方を募集ということでメールさせていただきます、うん、1番ターロートーキーさん、ターロートーキーさんね、はい、この方は難しいでしょうかということでね、ターローと、ね、面識ないんだよね、あ、なんかねツイッターを貼らせていただきますということでここからなんとかね、うん、できますかね、ターロートーキーさん、結構ね、ターロートーキーさんの放送にヒントを得て、はい、俺が放送やったりね、あ、そうなんです、ね、でターロートーキーさんが放送してる内容が、うん、俺が先週やってたテーマだったりするんだ、うん、はい、あ、いいじゃないですか、お互いに、うん、聞いてるんじゃないかなと思って、はい、そしたらなんかぜひねコラボしていただきたいですね、ターロトキさん日本にいるのかね、どこにいらっしゃるんでしょうね、なんか海外にいるような感じ、海外みたいな気がしますよね、この方の映像もすごい美しい映像で、ね、いいですよね、ちょっと落ち着いた感じですよね、はい、落ち着いてますよ、大人の雰囲気で、はい、そうですね、ちょっと私年取ってるのに落ち着いてないみたいじゃないですか、それでは、いや落ち着いてますよそうですか、落ち着いてますよ、はい、じゃあ、はい、うん、連絡、はい、ターロートーキーさんのツイッターねありますのでちょっと連絡を取ってみてくださいね、まあ連絡取ってみましょう、うん、はい、2番、かまど猫さん、私この方のお話の大ファンなんです、現在かまど猫さんは気楽堂、亀が楽しい堂としてタートルカンパニーに所属されているのですね、コラボという形にはならないかもしれませんがぜひご出演願います、山、うん、電話したんですよさっき、はい、そういうリクエストもらってたから、はい、出ないんだもん、あら、彼本業が IT 業界ですごい忙しいから、うん、はい、忙しそうですね、出ないんだよね、うん、はい、だから俺がちょっとプロとして厳しいことを言っちゃったんで、はい、ね、はい、プロである以上はお客さんを呼ばなきゃいけないって、はい、きつく言っちゃったのよ、はい、それでショックを受けてこなくなったんです。もともとは怪談師の方ですか、いや怪談師って言ってもやっぱりちょっとアマチュア志向が強い人で、はい、その何人集客していくら売り上げがあって、うん、これぐらい収入が上がるとか、はい、このネタやったら人がたくさん来たとか、はい、そういうプロ意識はちょっと欠如してるところがあったのね、はい、だからまあそういった部分でちょっと俺がきつく言ったから、うん、でも、はい、俺ね所属してる人には、はい、やっぱプロっていうものはね、うん、どういうものかっていうことを意識してやんないとダメだよっていうふうに言ってるんですよ、はいはい、でないとただでさえ素人の集団って言われるから、はい、だから俺はレベルを上げようと思うんだけど、はい、プロとして一人前になると、はい、出ていっちゃうんですよ、都市ボーイズみたいにね、はい、うん、だからう、ね、うん、いくら育ててもしょうがないですよ ね、 そうですね、ちょっと育てても育てても出ていっちゃいますからね、虚しいですね、うん、
はい、でね、この方のね、山の牧場北海道編が、うん、私の中の怪談王では1位なんですと高千さんがおっしゃってるんですね。あ、まあ、うん、山の牧場、まあ、あの話は、まあ、彼の得意のネタの一つですから、はい、やってもいいんでしょうけど、はい、いかんせん連絡つかないからね。つかないかね。もうビビって、はい、電話出てくれないのかもしれないですね。そうですか。じゃあかまど猫さんどうぞね、出てきてくださいねと。うん、はい、でどうぞご検討をよろしくお願いします。もう優しくするからかまど猫くん出てきなさいよ。はい、かまど猫さん聞いてますか、うん、ね、ぜひ出てきてくださいね、うん、私もそのお話とやらを聞きたいですけど、なんか YouTube かなんかに載ってるんですかね。うん、多分あったかな、どっかにあったような、転がってたような。チャンネルお持ちですか、かまど猫さん。いや、うちのチャンネルにあったような気がする、ね、あ、そうですか、うん、うん、はい、ということでね、コラボの方を何度かお願いいたしますね。はい、はい、じゃあ行きましょうか。ということでね、アトラスニュースでまた面白いネタが、はい、ね、これ新しいユーマ情報ですね、はい、アメリカの山林に生息するユーマといえばケムクジャラの巨体を誇るビッグフットだろう。しかしながら新たな不気味な映像が出回っており、幽霊とも違うその姿から新しい人型ユーマではないかと話題になっている。この映像にはフード付きの黒いロープないしパーカーやウィンドブレーカーのような服を着込んだケンタッキー州の小道を歩く不気味な人が唱えられている。これ服を着てますね。服を着てるんですか。これユーマっていうか、はい、怪人ですよね、はい、この動画はビビアン・ホフマンという人がケンタッキー州の奇妙な出来事に関する話題を扱うサイトにおいて公開したのが初日だ。目撃したのは彼女だけではなく、この映像は謎の人物に遭遇した第三者から受け取ったものだという。彼女によれば目撃者たちはケンタッキー州のとある森の地域を散歩中に遭遇したのだそう。不気味な格好の人々が複数に山の中にいてすれ違ったそうだが、その後にどうにも気になって現場に引き返したところ、その姿はすでに消えていた。山の中とはいえほんの数分以内に現場に戻ったにもかかわらず姿はどこにも見当たらなかったと目撃者は語った。動画は短いものであるが、目撃者が足早に不気味な人影から遠ざかる様子が見事に映し出されている。小道の片に立つ奇妙な人影が一別する様子が記録されているのだ。彼らは一体何者と遭遇したのか。動画を見た人たちからは幽霊や新種のユーマ、中には死神や悪魔ではないかという意見が出てきていた。もちろん不思議な不気味な衣装を着て森の中で生き合った人々を怖がらせようとするいたずらが目的だったという可能性もささやかれているが、わざわざ人型離れた山の中でそのような悪ふざけをする人がいるとは思えないという反応も出てきている。果たして山の中に現れた謎の人々は何者だったのか。今後の情報が気になる。まあこれ誰なんですかね誰なんですかねって新たなユーマとか言ってるのに、こんなちっちゃいんだよ。わかんないです。わからないです。それこんなちっちゃいね、ね、はい、一部で終わっちゃう。はい、それは何ですかね。何なんだこれは。何ですかね。まあケンタッキー州の罰金ですね。罰金さんケンタッキー州行っちゃいましたか。罰金がまたふらついてるんですよ。はい、どうせそんなとこでしょ。そうですか。はい。はい、ということでね、次はなんとねアニマルクラブがやってきました。はい、パチ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 。あれ、ボラギノールのテーマやってくれないですか。ボラギノールじゃないでしょ。ボラギノールのテーマ、ボラギノールじゃないと思いますよ。これ何でしたっけね、セイロガンじゃなかったですか。あ、セイロガンだ。ボラキノ
ウル、ウナギの糞じゃなかった、地の薬ですね。あ、もうセイロガンの会社が訴えられます。あ、どうしよう、訴えられますかね、うん、自分でそうする分にはいいんです。まあそれはいいですけどね。よかった、うん、はい、ということでアニマルクラブ、うん、はい、ね、東京のスズメというタイトルで、上村那由他さんからいただきましたね。もう自作自演丸出しですね。自作自演ってやらせよ、やらせよ、アイムからやらせよ。ネタがないんだよって、事務所内部で、うん、そういうね、はい、やらせはダメです。やらせじゃなくってね、協力してくれたんですよ、うん、ネタがないのって言ったらね、うん、はい、ネタがないの、そう、ネタがないのいいじゃないですか、うん、先生もみんなからネタないかってね、みんなから募集してくださいよ。動物、動物でも何でも、アニマル、アニマルでも昭和でも何でも、みんな大して動物じゃないのかもしれない、ね、そんなことはないと思いますよ。ペットの、うん、ペット自慢とか、ペット自慢で、ね、別よね、うちのペットはこんなことができるとか、はい、でそれがアニマルクラブじゃないですか。あ、そうですね、ね、うちのペット可愛いんだよっつって、ね、うちの猫はチンチンができるとかね、うん、びっくりした、何にびっくりしてるんですか。さっきお風呂場の話したからですよ。女湯に入っちゃった話したからですよ。あ、ムッシーの話、ムッシーの話、俺のムッシー呼び見ちゃったくせに。ムッシーと呼びますよ今度から。ねえムッシー元気なかったから。元気なかったんですか。もうブラブラしながら元気なかったからですよ、ね、えそれね、若い女の子に見られちゃったんですね。いやでもあんなどうも珍しいですよ、うん、そうですか。あわわ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 わ露出狂の変態がいた後しか、ね、見えませんよ。いや腰にムッシーをつけて歩いてたおじさんですよ。意味わかります。はい、はい、ということでね、はい、はい、偶然かもですが妹の不思議な体験を送ります、うん、妹が嫁いで東京に住み始めて1年になります。好きな配送系の仕事も始めて慣れてきたこの頃、面白い話を聞きました。野生のスズメが仕事用の車に泊まったそうです。うん、同じ場所で何度か会ったそうで、亡くなったチワワのノアなのかなと妹は言っていました。うん、理由はノアの元の名前がスズメだったから。スズという字、あのね、リンリンなるスズに目ですね、木の目の目でスズメだったから、うんうん、偶然でもそうだったらいいなというエピソード、この季節にお聞きしていただけたら幸いです。うん、ちなみに妹はチキンをあげながら共食いだと笑っていました。うん、最後怖いですね。うん、スズメちゃんにチキン、うん、あげたんですか。まあ、同じ鳥類ですけどね。ではスズメちゃんはどんな気持ちで食べたんでしょうね。あ、うん、仲間の匂いがするとか、まあ、そこまで考えてないです。考えないでしょうけどね。うん、はい、ということでね、車に止まっている、本当に車にね止まっているスズメちゃんの写真がありますね。コトンと止まってて、うん、これ同じスズメなの？同じスズメなんですかね。ノア、ノアって生まれ変わり？違うスズメが来てんじゃないですか。いや、どうでしょうね。ね、はい、ね、でもなんかね、生まれ変わりとか思うことね、ありますよね。なるほどね。そうそうそう、はい、はい、ということでですね、那由他さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、後編はこんな感じで、うん、こんな感じでした。終わっていきますよ。はい、はい、いやもう明日、うん、いよいよ関西テレビ行って、はい、怪談グランプリ、はい、ね、はい、去年ね、うん、ちょっとコロナで、はい、行けなかった。そうだったですね。うん、今年ことはリベンジで、はい、そうですね、はい、でその後ですね、はい、今週の日曜日、はい、から月曜日にかけて、はい、札幌行ってきます。そうですね、札幌ですね。札幌つらいですね。つらいですか。一日、いやだって、うん、はい、あのジンクスあるじゃないですか。え、どんなジンクス。俺のジンクス。どんなジンクスですか。ライブの当日、うん、飛行機で向かうと、うん、飛行機が遅れるっていう。ああ、じゃ あ前乗りとかそういうのはしないんですね。まあ、大丈夫だろうということだったから、うん、はい、まあ、時間通り行くんですけど、うん、はい、
大丈夫なんですかね。そうそうそう、大丈夫ですかって考えちゃうとダメなんです、うん、大丈夫に決まってるって思わない。今までね、うん、福岡のライブ、はい、奄美大島のライブ、はい、2回ともねずれてるんです、はいはい、でもねライブはたくさんあるうちの2回だけじゃないですか、うん、私はそういうふうに考えますよ。楽天的な人生ですね、はい、そうやってね勝ち抜いてきたんですよ、うん、何が勝ってんだかよくわかんないですけどね。いや僕はちょっとまだ不吉な予感するんですけど、うん、ダメです、それは頑張らないと。ダメですよ先生、絶対何ともなく札幌について美味しいものを食べているって思わないと、うん、そうですね、はい、ということでね、はい、頑張ってくださいね。はい、不思議な情報などお待ちしております。霊感強い人など周りにいませんか。霊感強い人、同級生のあいつ、友達のあいつ、 SNS で仲良くなったあの人とかね、霊感の強い友達を紹介してください。アトラスラジオでインタビューに答えていただきたいと思います。よろしくお願いします。それからですね、この人とコラボをしてほしいという人がいらっしゃったら、その人の連絡先、まあ、ツイッターとかでしょうかね、を調べて、僕宛てに送ってください。でうちの方で検討して、あこの人は連絡つけるな、出るなっていう人であったらば、連絡を取りたいと思います。いろんなコラボをオープンハートでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あとサイバーアトランティア毎月800円となっておりますが、よろしくお願いします。こちらの方も頑張っております。よろしくお願いします。それからもう一つ、アトラスニュース。こちらの方も毎日更新しております。無料で読めます。山口敏太郎、アトラスニュースで検索していただくと、出てくるのがアトラスニュースです。皆さんお気に入れて、移動中とかね、お昼休みとか、暇な時に読んでくださいね。ぜひ、よろしくお願いいたします。まあ今回もね、いろいろありましたね。はい、当分来ないですよ。当分来ない、来週の水曜まで来ないですよ。ああそうですね、先生忙しくってね、仕事はかどるはかどるって言っちゃってますけどね、私たち静かに仕事しますよ私たちは。いや本当は仕事がはかどってないんですよ。はかどってますよ俺はこう目を光らせてないからそんなことないですよ。いやもうね、いやいやいや、僕が来ないと寂しいでしょ、はい、寂しいですね。今日水曜日でしょ、はい、1週間来ないんですよ、はい、どうですか寂しいですよ。昔はこれぐらいだったんですよ、うん、ね、はい、まあ、大阪に2週間に1回行ったところは、うん、はい、大体これで、うん、まあ、遊びほうけて休みますけど。そんなことないですよ、みんな真面目にやってますよ。やってますか。やってますよ、はい、じゃあちゃんとやってくださいね。はい、もちろん、うん、じゃあ皆さんもぜひ、はい、じゃあもう先生、アイブさんが一生懸命この1週間勉強してますけど、はいはい、皆さん嫌がらせの電話をして、やめてくださいよ何言ってるんですか、嫌がら、本当になんかね、本当に変な電話とかねかかってきますからね、だからどう対応していいんだろうって最初の頃思いましたけど、もう今慣れましたよ。今バーカって言って聞いて、言ってません今ね、ひたすらお話聞いてあげてますよ。お話聞いてほしいんだなと、聞いてほしいと思って、うん、受話器を置いとくんじゃないですか、うん、はい、そういうこともあります、うん、はい、でそろそろいいかなと思ったら受話器取ってから喋ってる。そう受話器取って、ああそうなんですねとか言ってたりしますけど、うん、まあお話ね聞いてほしいんです。本当は先生に聞いてほしいんですよ。いやもう、そういう人はそんな暇ないわ。そうですね、忙しいからね、はい、だから代わりに聞いてあげてますよ。あ、トースポの連載も来なきゃな。はい。また今週、うん、今週ね、はい、また足らなくなっちゃった。はい、で先週、あの、おととい月曜日、はい、火曜日か、昨日か。昨日、はい、あの、トースポで現代妖怪図鑑の特集があったんですよ。はい。あ、そうだったんですか。うん、へぇ。今日持ってこようと思って忘れちゃった。忘れちゃった。はい。うん、へぇ。まあ、しょうがないね。うん、そうですね、だからそうそう9月のね17、18とかもね、うん、なんかイベント盛りだくさんで、尼崎城の前は増田義晴さんの妖怪の絵を見てから原画展ね、はい、尼崎城でやってるのでね、うん、盛りだくさん。あとあの、うん、あの
色紙の白紙のちょうだいね。色紙の白紙、うん、はぁ、やだ先生、それ言ってくれればよかった。家にありますよ。いや、そんな意味ないね。今日出発、うん、明日出発だ。明日出発だから、100均で買えばいいんですよ。100均、高値講談の100均とか。いや、高値講談じゃないもん。東京に行くときは、うん、だって今日の帰りに100均で買えばいいんですよ。ナユダに寄ってもらうか。あ、そうですね。ちょっと寄ってもらって。100円ショップで。100円ショップでね。3枚 ?3 枚で100円ですよ。うちの松戸ではとか。ここは2枚100円買おう。最近共演者のサインをもらうのが凝ってるからね。凝ってますね。はい。稲川さんと増岡さんに。はい。増田岡田さんに。はい。サインもらいたいね。もういろんな人にもらってきてください。じゃあ、もらってきます。はい。お願いします。はい。オカルトはエンタメな。エンターテインメントはオカルティズムだ。次回も異界であなたとランデブー。山口敏太郎でした。それでは皆さん、さようなら。はい、さようなら。バイバイ。バイバイ。